玉ねぎの皮を剥いていきます。まず買ってきた玉ねぎパリパリしてますので、時間がある場合にはお水につけた方がしんなりして途中でちぎれないで剥きやすくなります。で、先端に親指を乗せてその下に刃を入れてギコギコと進ませて途中でやめて親指で押さえて手前に引っ張っていきます。次に刃で皮を引っ掛けて手前に剥いていきますが、まっすぐ引っ張ると細く剥けるので少し斜めに引っ張ります。最後まとめてねじっていただくと皮がまとめて取れます。親指をまた乗せて包丁を下に入れて根を取り除きます。